吉ースヤさん、ビジネスは危ないですよね。企業は危険です。借金しょって一生首が回らなくなる可能性があります。投資も危ないです。投資によって人生を壊した人俺は何人も見てきました。危ない。ね。でも、金持ちっているんですよね。投資によって金持ちになった人。商売、ビジネスによって金持ちになった人。京セラ、トヨタ、 その他、様々な会社があります。全部企業です。何もなかったところから会社を起こして、それが、そのサービスが支持されたから成り立っています。本当に危ないものって何なんでしょうね。本当に危ないのは、それを扱う人なんじゃないかな、というてこところですよね。当たり前ですけども。商売危ないよ。企業なんてするもんじゃないよと。裏のおじさん見てごらん。 商売こかして家族もろとも路頭に迷ってるよ。真面目に就職しなさい。いやいや、就職先だって誰かが起業してるんでしょその起業をした人に誰かが投資をしたんでしょそもそも就職するために中学高校って進学することって投資じゃないですか一体これはどうなってるんでしょうかいってらっしゃい。